カウテレビがお届けします社長室101。今回は福岡市中央区渡辺通りに来ています。今日お尋ねしている会社は自動車販売の会社で、日本を代表する自動車販売会社、会社名福岡トヨタ自動車株式会社さん、そちらの3代目の社長金子直樹社長にお話を伺います。こちらの会社ですね、トヨタ店で年間15,000台、そしてレクサス店で年間1,000台、さらにフォルクスワーゲンでは全国1位の台数をですね誇ってらっしゃる全国指折りの自動車販売会社であります。その会社がですね今日まで77年間の間どのような歩みをしてきたのか、また強さの秘密とは何なのか、そのあたりを今日は詳しく金子社長に伺いたいと思います。ご紹介させていただきます。金子直樹社長です。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。福岡トヨタ自動車株式会社さん、はい、現在の会社概要からまず聞かせていただきたいんですが、はい、どういう商品をどういうお客様にどれくらいの台数売ってらっしゃるのかお願いします。はい、ありがとうございます。福岡トヨタ自動車は、従業員約1000名で福岡県を主たるテリトリーとして、販売整備をさせていただいている、トヨタの、自動車ディーラーであります。なるほど。トヨタ車、レクサス車、そしてフォルクスワーゲン車の、3つのブランドを、取り扱っております。もちろん各社の各ブランドの、中古車をも同じく取り扱いをさせていただいている、自動車総合ディーラーであります。なるほど。そのポジションというんですか、台数だったり順位だったりというのが終わりになると、昨年の実績でいきますと、初めて、15,000台、トヨタのブランドで15,000台、レクサスのブランドで約1,000台、フォルクスワーゲンのブランドで約800台の販売実績を、実績を上げております。はい、いずれも過去最高ですか？それは、ほぼトヨタのブランドは特に過去最高ですね。15,000、はい、15,000台初めて突破いたしましたね、新車で。はい、新車で、はい、それはその全国50カ所のトヨタさんの代理店の中でも、はい、愛知トヨタさんが一番販売台数多いですけれども、その次東京トヨタさん、はい、神奈川トヨタさんに次いで、はい、台数では4位ですかね。4位、はい、なんですね。でこの会社の生い立ちをですね、はい、ぜひその戦時中にできた会社だと伺いましたが、はいはい、昭和17年創業でございまして、はい、軍事統制下の中、はい、福岡県自動車配給会社として、産声を上げたのが、我が社の、設立であります。はい、その後、福岡県、自動車販売、株式会社と名前を、変更して後、はい、福岡トヨタ自動車株式会社と社名を変更したのが昭和、24年ですかね。はい、はい、昭和24年ですね、はいはい、に社名を変更しております。はい、そして現在に至っております。なるほど。はい、その当時うちの祖父が長崎トヨタ、佐賀トヨタの社長を、やっておりまして、はい、ご縁をいただいて、3代目の社長として福岡トヨタ自動車の経営に携わることになったのが、きっかけでございます。その長崎トヨタ、佐賀トヨタも、はい、現在も一緒に同じグループです。グループなんですね。はい、同じ昭和グループという、昭和グループと、はい、グループであります。その会社合わせてでいうと、はい、その全国でも随分指折りになってくるんでしょうか？そうですね、約5万台ぐらいの新車の販売をグループ全体でやっております。なるほど。はい、昭和バスさんの、はい、そのどの時代からあるものなのか、私たちは昭和グループさんというとやっぱ昭和バスさんがすごく印象に深い強いので、その関連性、ね、時勢の早い遅いでいうとどのあたりになるんでしょうか？昭和12年にうちの祖父が、はい、昭和バスの事業に関わったことを、はい、昭和グループはグループの創設とさせてもらっておりまして、現在81周年ですかね。昭和グループとしては、昭和グループとしては、はい、その昭和グループの中のある中核企業がこの福岡トヨタさん。そうですね、はい、ありがとうございます。そんな福岡トヨタさんも今でこそ全国 4本の指に入るほどの販売台数を誇ってらっしゃるトヨタさんが、はい、福岡トヨタさんがこのもともと金子社長が入社する前後の頃は、はい、
全国50社の中の下から2番目ぐらいにいらっしゃったと。そうですね、もうブービーですね。ブービー50社中49位という頃に戻ってまいりまして、西の大横綱って言って、はい、揶揄されておりましたね。その当時はそうですか、はい、もう常に40番台、はい、40番台にいるのがもう定位置で、はい、当時の社風というか会社の中っていうのは今と全然違ったんでしょうか。いや全く違いますね。本当に社員のやる気も意欲もですね、今とは全く違うもので、うん、はい、戻ってきた時に、はい、ある店長から、はい、うん、すごくこの会社にいたら夢も希望も持てないと、はい、はい、言われたり、うん、どうせあんたの会社だろうっていうふうにですね、うん、俺たちは知ったこっちゃないみたいな、そういうなんていうんですかね、はい、いわゆるこう捨て犬のような罵声をかなり浴びせられましたね。そうですか、うん、その27歳の頃から現在52歳、うん、25年ぐらい経過しているわけですけど、うんうん、何か印象に残る出来事というかですね、うん、この会社がこう、うんうん、伸びていく過程の出来事を一つか二つ教えていただきたいなと思うんですが、うん、はい、まあ、結局、はい、我が社は、はい、自動車の開発生産はできているわけでもない会社で、うん、またそうですね、取り扱いの商品も、自ら選んで、うん、仕入れをできるようなわけではない会社ではないので、うん、とにかく売るものは決まってると、はい、で唯一できることっていうのは、うん、やっぱ人を育てていこうとしかないので、そこに徹していこうということで、まあ、採用と教育にまずは力を入れ始めたのがスタートですね。